さあ今年もいよいよこの日この時この瞬間で2010年のボートレース界は最高峰の1億円バトル、これより頂上決戦の賞金王決定戦です。さあ少し早めに回り込んでまいりましたが、インコース1号艇の浜野谷健吾、今年 SG4 度目の優出、ファイナルは6度目で今度こその初 V に王手。そして2号艇の中島康平、初出場で賞金王、初 V の SG 初優勝なるか。そして3号艇の石野貴之、初出場で賞金王、初 V の今年 SGV2 なるか。4号艇の今垣幸太郎、賞金ランク第1位の4度目のファイナルで悲願の初 V なるか。そして5号艇の湯川浩司、2年ぶり3度目のファイナルで3度目の正直になるか。そして6号艇の岡崎康弘、史上最年少の賞金王チャンプ誕生なるか。さあ枠なりで3対3に分かれまして、少し早めですが進入体系固まってまいります。穏やかな競争水面です。今年は今度こそ浜野谷に勝利の女神が微笑むのか、誰が勝っても賞金王初 V となるフレッシュな顔ぶれの2010年のボートレースナンバーワン決戦の賞金王決定戦です。12秒進が回っています。スタート10秒前、インコースから1番2番3番4番5番6番3対3の枠谷進入、3秒2秒1秒、今スタートしていきました。さあ好スタートは2コースから2号艇の中島、あとは4号艇5号艇、わずかに浜野谷が遅れまして、まずは2コースからまくっていきます。2号艇の中島康平、その後3号艇後方から4番5番1番6番ですが、バーツレチャー SG 初優勝へと向かって2号艇の中島康平がまくって先頭、そして2点進では4号艇の今垣幸太郎、その後ろ5号艇3号艇6号艇1号艇で人気の浜野谷最高峰で北陸コンビ、なおスタートは正常でした。ラインタンマークはトップで2号艇の中島、さあ仕返してくる4号艇の今垣ですが、先頭には2号艇の中島康平、そして2番手4号艇、その差1点進から2点進、3番手には5号艇の湯川でレースは2周目へと入ります。さあ優勝戦決定戦の波乱となっていまして、先頭には2号艇の中島康平、2番手4号艇の今垣、3番手が5号艇の湯川、バックスレッジへと入りますが、先頭2号艇突っ込んでくる5号艇をかわして4号艇の今垣は2番手、しかしまだまだ2点進ほどでは5号艇の湯川浩司、その直後に3号艇の石野貴之、後方は水替艇6号艇と1号艇は遅れました。さあ今から第2ターンマークへと向かいますが、2号艇の中島康平が賞金王初 V の SG 初 V へと向かっています。そして2番手またまた突っ込んでくる5号艇ですが、かわして4号艇の今垣か、内から今度は3号艇の石野貴之が上がってきた。さあ今度は3号艇と4号艇入れ替わっての2番手争いで最終周回へと入ります。さあ今年の頂上決戦は2号艇の中島康平がトップ独走、2コースから2号艇がまくり勝ち、そして2番手争い接戦となって、最終周から第1ターンマークは3号艇の石野が行って、また突っ込んでいる5号艇の湯川、その後ろ4号艇の今垣幸太郎ですが、さあ2番手はわずかに逆転で3号艇の石野、そして1点進から2点進で4号艇の今垣幸太郎、今年の結びの1ラウンドファイナルは激しいレースとなっていまして、先頭は2号艇の中島康平が見事今年ボート界の頂点で SG 初優勝の賞金を初め、そして2番手争い、またまた今度は4号艇5号艇その心をさばいてくる3号艇ですが、ゴール前でもつれていますが名勝負、3号艇の石野が2番手、3番手争いは4番5番が接戦、優勝2号艇中島ゴールイン、賞金を初め3番ゴールイン、4番5番が接戦でゴールイン、6番1番がゴールイン、